ガブリエル・レオン・ムバは、ガボンの政治家で、初代大統領、ファン族出身、ガボン民主党の前身ガボン民主連合の創設者、フランス領赤道アフリカの一部であった時代の1957年5月21日、ガボン自治共和国内閣の初代首相に就任、1960年8月17日のガボン独立で、初代大統領に就任した。ちなみに、 首相職は1961年2月21日まで兼任している。ムバは政治家としては一貫して新仏の立場を取り続け、フランスからの自立を主張するジャンイレールを奪めと対立した。独立時にはオーバメのガボン民主社会同盟との連立政権を樹立したものの独裁傾向を強めた。ムバは1963年2月には連立を解消。 1964年の議会選挙には強力な選挙介入を行い、反対派の妨害を行った。1964年2月17日、オウバメ派のクーデターが発生してムバは失脚するが、フランス軍の介入により2日後には権力の座に復帰した。その後、1967年3月の大統領選で再選されたが、同年11月末に死去。 大統領職は、アルベルベルナール・ボンゴ副大統領に引き継がれ、強固な独裁体制の下で、長期政権が継続された。ありがとうございます。